アーヘン会議記念日アーヘン会議は1818 18年の秋にドイツのアーヘンで開催された国際会議である。主にイギリス、オーストリア、プロイセンとロシアによる四国同盟のフランスからの占領軍の撤退問題と同盟諸国の相互とフランスとの関係を導入するための変更の本質を決定する会議でもあった。すなわち四国同盟にフランスを加えて 五国同盟に変更することである。この会議は第三次アーヘン会議とも言われる。会議は1818 18年の10月1日に招集された。ロシアのアレクサンドル一世、オーストリアのフランツ一世、プロイセンのフリードリヒ・ウィルヘルム三世が出席した。英国はカスルリー主尺ロバート・スチュアートと初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーが代表を務め、オーストリアは クレメンス・フォン・メッテルニ被害相が、ロシアは、イオアニス・カポディストリアスとカール・ロベルト・ネッセル・ローデが、プロイセンは、カール・アウグスト・フォン・ハルデンベルク公と、クリスティアン・ギュンター・フォン・ベルンシュトルフ伯爵が代表を、務めた。フランスは同盟国の指示を受けて、リシュリュー公が代表を務めた。フランスの緊急避難は、会帰の最初に、原理原則ののっとって合意され、 その結果の条約が10月9日に調印された。したがって会議の緊急の対象は容易に決せられた。会議の時間は主に欧州同盟によって取られる枠組みと軍事対策の議論で占められた。もしフランスの一部での新たな暴発が発生した時に対策として採用する軍事対策である。新生同盟の広範な基礎としての 世界総合保障連合の創設という工程。アレクサンドル一世の提案は、議論の後、英国の非妥協的な反対の前に立ち消えになった。そして、会議の主な成果は11月15日の2つの証文の調印である。すなわち、フランスに対する証文とパリの条約によって設立された四国。そして、公式には、列強の親密な連合を維持するための、 列強の意図の宣言であり、それはキリスト教的兄弟愛の結束によって強化されたものである。宣言の対象は条約のための尊厳の基礎の上の平和の保全である。秘密条約はリ主流行にはっきりと伝達された。つまり宣言にフランスは公然と加わったのである。これら総合的な政策の問題とは別に、 会議は、急いで閉幕した委員会議の未解決のままの放置された、あるいはそれ以来生じた、膨大な問題に関与していた。これらの最も重要なものは、奴隷貿易とバルバリア海賊の鎮圧を取られるための方法の問題であった。決定に至らなかったいずれのケースにおいても、その原因は、概要の調査の固形主義権に対する英国の申し出に対する他国の拒否と、 地中海にロシアの召喚隊を配置すること巻き込もうとする国際的な行動に対する英国の反対にといったことが主な理由であった。重要性の高くない問題ほど満場一致で合意された。デンマーク国王の緊急のアピールは満場一致で合意された。スウェーデン国王のカール14世はキール条約の条項を実行するように断固たる召喚状を受け取っていた。 ヘッセン選定候王として承認する請願は満場一致で拒否された。そして、ドイツの帝国代表者会議主要決議の統治の救済は政策に採用された。ドイツにおける重要な問題、例えばバーデン大公国の大公意継承などは検討の後、その後にフランクフルトアムマインで招集されるその後の会議に先送りされた。諸問題の諸々が検討された。 セントヘレナ島のナポレオン・ボナパルトの処遇から、モナコの人々のモナコ港に対する不満やオーストリアと、プロイセンのユダヤ人の地位に至るまでである。スペインの植民地を対象に導入されようとした、試みは、英国の反対で否決された。最後に、外交上のエチケットの明らかに煩雑な問題は、一挙に解決された。11月末に閉幕したこの会議は、 列強の国際的な集まりによってヨーロッパの統治を試みるところまで到達した高度な点に足跡を残したとして歴史的に重要である。その議事録の詳細な研究はいかなる効果的な国際システムにとっても全く乗り越えられない障害を明らかにするという点では実に有益である。フィリップス、ワルター・アリソン、エクスラ、チャペル、コングラセス・オブ。 ありがとうございます。